よう、ヤッホー春日くん。この野郎、もうすっかり馴染んでやがんな、蝶。ああ、酒はやっぱボディーガードなしで飲む方がうまいよ。なるほど、その辺はさすがにハンピン・リューマンの元総帥か。俺の場合は生まれながらのね。そこらの人とはちょっと苦労してるとこが違う。ギャングの跡取り息子の愚痴ね。酒の魚には良さそうだ。人の人生をおつまみ扱い？ふん。まあ春日君も苦労人だし、いっか。確かお前の親父さんがハンピン・リューマンの先代だったっけ。今はどうしてんだい？引退してから何年かして死んだよ。誰かに撃たれたり刺されもせず、ベッドの上で。そいつは良かったってことになるのかな。ギャングのボスだった割にはね。四六時中誰かに襲われないか警戒してたけど、ま、あんまり羨ましい人生じゃないよ。俺だって別になりたくて総帥になったわけじゃない。多分真淵なんかの方が組織のボスには向いてたろうね。真淵、ラオマか。あれ、そういやお前、あいつのことどうした？オウミと手組んでたとこぶっ倒して、それっきり見てねえけど。ハンピン・リューマンが裏切り者にするお仕置きといえば、まんじゅうの具にしちゃうんだよ。は？おい、じゃあ真淵もか。嘘だろ。どうかね、俺がそんなことする人間に見える？もし真淵を殺したとして、それでも見捨てねえ。だから正直に言ってみろ、マジであいつはまんじゅうになったのか。優しいね春日君は。真淵のこと心配してあげてんだ。俺には別に殺されてめでたいと思う人間なんていねえよ。でも真淵には野々宮ってソープの店長を殺されたでしょ。なあ、だから理想としちゃ真淵を半殺しにして、その後札に突き出してやりたかった。ところが半殺しにしたとこへ近江の幹部たちが来た。それで真淵のことは忘れちゃってた。お前本当に真淵を殺したのか。結論から言うとだね、実は殺してない。そうか。なんかそんな気はしてた。なんで？なんつうかお前はさ、変なこだわりみてえなのあんま感じねえんだ。組織がこうでなきゃいけねえってよりは、部下の手前ボスらしくしてただけっつうか。結構失礼なこと言ってるよ春日くん。でも実際真淵のことは殺さなかったんだろ。お前は多分閉じ込めたり拷問とかもしてない。狭い土地で生きてきた仲間同士だからね。その命取るほどのことなんてまずないんだよ。とはいえ今ハンピン・リューマンは孫妃の預かりじゃん。彼女は真淵から見たらけじめをつけなきゃならない立場だ。コミジュルは真淵の陰謀で家を焼かれているし、それを閉めるとなったらもう殺すしかないよね。かもな。だからその前に真淵には俺が行って偉人町を出て行かせたんだ。町を追放するだけで済ませてやったってことか。真淵について行った手下たちも何人かいたけど、偉人町に戻る気がある奴は許してあげた。つまり一旦リセット、全部チャーラー。孫妃もそれで了解してくれてる。寛大なこって。悪名高い偉人さんが丸くなったもんだな。真淵はハンピン・リューマンの稼ぎ頭で功労者だったしさ。まあ組織に内緒の仕事で溜め込んでもいたけど。お前そういうの知ってたのに見て見ぬふりしてたわけか。親父の代からいた古参の幹部たちは怒ってたよ。真淵は組織の掟をないがしろにしているって。
ってね。でも偉人町は日本でも屈指のグレーゾーンだよ。なら少しくらいのズルは多めに見なきゃ。なるほど言えてるな。じゃあどこかで元気してるであろうマブチに乾杯と行こうか。別にあんなやつどうだっていいけど、まあいいさ。寛大な元総帥に免じて付き合うよ。そう来なくちゃね。